はい、実はねカートを買いました。これはもう完全にね天原市用ですね、対天原市用の決戦兵器ですね。今回はこれだけ1回に持っていこうと思います。砂場なんだけど結構きついねやっぱこれ。タイヤはでかい方がいいのかね、分からんけど、まあきついわ、ね、いつもあの手持ち2つとリュックで、まあ、1往復で持っていけるようにみたいな感じで意識してね、あの荷物の量は自分なりに制限してたんですけど、やっぱり冬になってくると、まあ、ブランケット持ってきたり、まあ、薪の量が増えたり、まあ、荷物が増えるということで、なかなかそれが厳しくなってきたんですよね。あとまあ僕のホームが雨嵐っていうことで、雨嵐車横付けできないから、それだったら別にカート買ってもいいんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、雨晴らし用に買ったって感じですね。多分県内のキャンプ場だったら正直いらないところしかないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どこでいるかわかんないんでね、もし今後県外に行ったりした時に、まあ、使えたらいいんじゃないかなということで買ったのは良かったんですけど、もともと欲しかったねコールマンの灰色のカートがねブラックフライデーで安くなってるというね、ちょっと悶々とした気持ちで今設営しております。これガイドついてないやつ一発で通せたら嬉しくなりません。よし、次も行けるか。なかなかこなれたもんでしょう。今シーズン何泊ぐらいしましたかね。名古屋にいた時はね緊急事態宣言あったんで2ヶ月ほど外出れなかったんですけど、富山に帰ってきてからは週1ペースで行ってるんで、10ヶ月としてもやっぱり40弱ぐらいは行ったんじゃないかなと思いますね。これだけやってればね設営もちょちょいのちょいですよ。あとよく褒められるのはね、撤収早いですねって言われるんですよ。まあ、荷物少ないっていうのもあるんですけど、撤収の速さにはね割と定評がありますよ。シュラフ買ったんですけど、これめちゃくちゃあったかいんですよ。あったかいんですけど、やっぱり化繊のシュラフ1枚入ってインナーシュラフ1枚入ってでシュラフカバーねかぶせると3枚入れなきゃいけないから、ちょっとめんどくさいのはありますね。コスパはいいような気はしますけどね。ダウンやったらねそのあったかいやつ1枚着て終わりみたいな感じになるんでしょうけど、で寝具とか入れてる、これカーマとかで売ってる SK11 のポップアップパックっていうやつなんですけど、これすごくよくって空になったらもう畳めるんですよね。これぺちゃんこにしてコットの下にでも格納しておこうかなと。で一応今日テーマがあって、まあ、まだ雪が降ってない、まあ、昨日初雪降ったらしいんですけど、環状寺キャンプ場で雪降ったらしいんですけど、まあ、これから雪が降ってくだろうということで、仮想おこもりみたいな感じをねやっていきたいなと持ってます。こういうのも入れちゃって、あとはここにもうアジャストすると、こんな感じですね。でこれ全部ポップアップなんですよ。全部ポップアップバッグなんでしまえるという、
はい、今日もね設営完了です。パッと見てわかるかもしれないんですけど、新しいね机が、仲間入りいたしました。ちょっと最近ねまた机の高さがね分かんなくなってきて、今ずっとねこれ使ってたんですよね。これ10センチぐらいの高さですかね、使ってたんですけど、やっぱグランドチェア座ってても、ザックとかでね来るならあれでもいいかなと思うんですけど、ちょっと高さ低すぎるかなと思ったんで、試しにこれを買ってみました。でこれね高さは25センチですね。今日初出しなんでどれぐらいの高さになるか、使用感はどうなのかっていうのはまだ分かんないんですけど、楽しみにしています。で居住空間なんですけど、今日はね後からねこもれたらいいなと思ってるんで、できるだけ中のね置くものを少なくしてみました。で先ほども触れたんですけれども、バッグですよね。バッグがこれ実はポップアップバッグになってるんで、いつもこいつとこいつとそいつが横にずらっと並ぶんですけど、それをやっちゃうとだいぶ圧迫されちゃうんで、バッと潰してこれでねバンドで止めれるんで、素晴らしい収納を発揮しております。なのでこもった後はちょっとこいつを横にするとかして、でこの机をここに持ってくるとかして、なんとかしてこもれんかなと思っています。あと換気なんですけど、実はですね一酸化炭素チェッカー間に合いませんでして、発注してたんですけどなんか品薄なのかな、12月頭ぐらいに届くということで、間に合わんかったんで扇風機で換気をしようかなと思って持ってきました。これ一応充電式なんですけど、ずっと動かしたいんでこの中に、モバイルバッテリーを貼り付けて、ここから給電しつつ、上に逃がすということをやってみようかなと。で警報器ないんで、15分ごとにアラーム鳴らすとかね、なんかいろいろ工夫してやってみようかなと思っております。で椅子に座るとなんとなかなか良くないですかね、こんな感じになっております。今グランドチェアね座ってランタンにオイルを入れようと思うんですけれども、やっぱりこのこれぐらいの高さいいね。ローチェアだとこれぐらいやからね、これぐらいだったらこのままこんなにその腰をかがめなくてもいろんな作業ができるのでいいなと。多分行ったり来たりするんだと思うんですけどね、ちゃんと高すぎるなと思ったり低いのがやっぱりいいなとか、思ったりするんでしょうけど、とりあえず今はねかなりいい感じの高さで使えてますね。あと硬くていいよね。やっぱローテーブルだとそんなになんかね重いものとか乗せれない、乗せれるんですけど結構ね日和るよね。例えば今日鉄板持ってきてるんですけど、こういうのをねローテーブルに置くとね歪むよね。ちなみにですね、奥でハンモックを貼られてるのは、視聴者さんなんですよ、またはるばる来られた方なんですけれども、僕ハンモックのね設営見るの初めてなんで結構面白いですね。なんかハンモックにもいろんなサイズがあるそうで、今日どんな風に貼られるのかなと思って、ぐるりを見渡しながらどこに貼るのかなとか思って見てたんですけど、あとネットで調べたりして、間隔とか見るとなんか3メーター4メーターぐらいで貼れるそうなんですけど、大きいハンモックだとやっぱ7、8メーターぐらい間隔離れるそうで、なるほどなぁと。いつかやってみたいねハンモックは。トラベラーの人はねいいですよね、ハンモックは撤収がめちゃくちゃ早いそうなので。ってこれこれ和紙なんですよ。和紙なんで、速攻で燃えるんですけど、これ火つけるときにガスターボライターでブワーッつってやるんですけど、そしたら向こう側焦げてるね。向こう側焦げてるんですよね。燃える一歩手前だったんで、ちょっと焦げてるけどね。それが味ですよね。こんなもん燃えてもね全然また張り替えりゃいいんですけど。沖縄のオリオンビールいただきました。実はもうこれ空いてるんですけど動画の中では初乾杯ということで、今日もですね皆さんのごたごと癒やさがいに乾杯。うまいね。で昼飯なんですけれども、今日のテーマがね、仮想おこもりキャンプということで、実はね文明の利器を使いまくろうかなと思ってます。ザンとどうでしょう、
幻滅しましたか。今日はですね、調理はもうガスでやっちゃおうかなと思ってます。やっぱりおこもりになるとね、まあいろいろ考えたんですけど、やっぱり幕内で炭とか使えねえなと思って、まあ火器自体がどうかっていうのはまあ一旦置いといてですよ、岩谷のねこのコンロを買ったんですよ、まあ嫁ちゃんにリビングで鍋できたらいいじゃんみたいな感じで、まあちょっとダマグラ書いてですね、まあ実はこのキャンプ用品を買ったということですね。視聴者さんですね、あの和歌山のねサンダーバードっていう、まあ、コンビニがあるんですけど、そこであのクマのおにぎり、クマ肉のおにぎりとホタルイカのおにぎりと、あとおでんのサンドイッチを食べておられますね。めちゃくちゃですね、すごい変わり種のサンドイッチとか、ね、あのおにぎりが売ってるんですけど、これ冷凍チャーハンなんですけど、これ一回ねどっかで作ってるんですよね。なんか長良川の河川敷だったかな。本当は電子レンジ調理なんですけど、まあ鉄板で炒めればうまいことになると。そしてなんとですね、ダブルガスですよ。シャンタンですね。片手。こっちは中華スープですね。ということですね、チャーハンと中華スープです。いただきます。普通にうまそうだぞ。これは楽しいな。キャンプで使う薪台って 1回のキャンプの料金で結構なウェイトを占めると思うんですけれども、皆さん薪っていくらで買っておられますかね。ちなみにこれは、10キロで500円と、なかなかいいコスパじゃないかなと思うんですけど、いつかの動画で薪ストア今シーズン入れませんみたいなことを言ってたと思うんですけれども、まあそれの理由がやっぱり薪代結構かかるなと思って、薪ストちょっと敬遠してたんですよね。というのもなんか薪ストって1回使うと薪 2,3 束使うって言いますよね。でホームセンターとかで買うと6キロぐらいで800円900円ぐらいすると思うんで、3束使うと、もうだいぶいきますよね。もう3000円弱ぐらいって、それとキャンプ場の料金合わせるとかなりの、出費になっちゃうんで、まあ、なかなか薪ストなんて使えないなと思ってたんですけど、これぐらいね10キロでね500円とか、この前行った三国山とかもそうでしたけど、あっちは7キロで200円、それは針葉樹ですけど、それめちゃくちゃ安いですけど、それぐらい安く手に入るんだったら、まあ、別に薪ストやってみてもいいかなと思うんですけど、あと1回のキャンプでね、まあ、薪ストあり薪ストなし、まあ、関わらず1回のキャンプで、薪何束使っていますか。僕大抵1束しか使わないんで、本当はね朝とかね昼から焚き火したいなとかも思うんですけど、皆さんの薪事情コメントお待ちしております。ぼっくりにつけるんやったらさ、松ぼっくりにつけるんやったらさ、
フェザーいらんくねっていう話ですよね。転がるな。ここに行く。自分のねアップした動画を自分で見たりするんですけど、いつもね結構せっかちだなと思うんですよね。なんかいじっちゃうというかね、落ち着いて火を育てるっていうのをもっと上手くなりたいなと思っているところです。寒いな。だいぶ寒かったじゃん。ちなみに今7度です。あれやね、火くれる前から10度下回るようになってきたね。だいぶ寒くなってきたね。すげえ強力ですねこれ。シャーベット状になっている。よし、火もついたんで、明かりをつけていきましょうかね。やっぱいいね、この